さあ、ミェンミェン使っていきましょう。やっぱり相手もミェンミェンだ。ミェンミェンはまあこの時代多いですよね。さあ、どちらもソーシャルディスタンス保っていくんで、もう有利不利はもうない。さあ、一方的に今んところダメージを与えていけている。でも一気に逆転はあるね、これは。大変だから、なかなか難しいという部分はあるよ。どっちが先に腕を当てられるかだからね。うん、さあここ大変。お、崖に出されたらなかなか危ないですからね。さあ掴み、あぶれ、大丈夫よ。 OK、 掴んで、ここ、ここ、あ、当たんない。さあここですね。これも帰ってこないですからね。こういうことなんですよ。帰ってこれないんですよね、メンメンは。なんでちょっとでもね、プチってね、前出しちゃえばいいと。はい、さあ相手はデデですね。まあデデデなんかのこれでかい系は結構いいかもしれないね。やっぱ連続ヒットさせるのがメンメンだと思うんで、連続ヒットが何としてもしやすい。でかいのはクッパとかドンキーとかもキングクルールとかも結構やりやすいかもしれない。さあ近づけさせん、一切近づけさせん。ここ、OK、 そしたらメガボルトで、これが強い、このクーエヌメガボルト。クー N っつってもね、 A じゃないからね、特殊だから、クー B なんだよね、ニュートラル B。 まあできないときはやっぱりいつも通りソーシャルディスタンスでもいい。こういうところが当てやすいよね。まあ避けられたけど、まずいまずいまずい。残念。まあミェンミェンね、結構逆転もしやすいし逆転もされやすいんだよね。というのもやっぱね、連続ヒットさせる人だから、一回連続ヒットさせちゃえば形勢逆転もできるし、逆に近づかれちゃうとね、連続ヒットさせられちゃうから、まあその辺は難しいキャラだよね。グルリンが強い、これ強いね、メガボルトね。さあまだまだ大丈夫。さあまだ近づけさせない、これをモットにしてるだけでね、全然違うからね。近づかれちゃうと危ないですよ。ほら、ほら、近づけさせねえぜ。あー、捕まれた。逆に弱とかも強いんだよね。近づかれたら弱を入れてあげるとかもあり。さあ相手の弱を食らってしまった。うわっ、まあ、この辺だったら戻ってこれる。あー、クソ。さあそしたらメガボルトかな。まだまだ大丈夫、別に大丈夫。うまい。そう、さあ避けられちゃうとやっぱ厳しいんだよね。さあまずいっすよ。さあとりあえずメガボルトあったとこ。さあ 70%、 まだまだチャンスはありますよ、これでも。一切近づけさせん。近づかれたらまずいですよ。さあ近づけさせん、これだけですよ。ほら、もうこんなダメージすぐ追いついちゃう。
これなんですよね、面々。諦めなければいくらでも逆転のチャンスはある。さあメガボルトにして、やばい。さあまだわからん、アップレ、オラー、オッケー、メガボルト強い。さあ相手はマリオです。マリオなんかはまあ不利でも有利でもないって感じかな。まあでもマリオも結構近づかれちゃう、ともう一気にねこんな風になっちゃうんで。でも相手は飛び道具とかそんなあるわけでもないから、まあ、近づけさせなければまあ余裕みたいなところあるよね。近づかれちゃうと終わりだし、近づかれなければ余裕。さあこの空ビーが強いんでね、空ビーを入れていくといい。マリオなんかにはめちゃくちゃ有効だよね。ウルリン、あれ当たんない。さあこれ掴み入れて、結構グルリン強いね、これがね、グルリン。さあ帰ってこれない。さあ近づけさせませんよ。マリオはねよくやっぱ掴みに来ると思うんだね。掴みに来るからその掴みをねさせなきゃ、掴めさせない。おっ、ここつかみ、ここつかめればいいんだよね。ここつかめるといい。でメガボルトに変えてグルリン、あーくそ、グルリン2発、あーくそ、まあ今タイミングをミスったね。メガボルト一貫やめて、お少なくなってる、まずいぞ。しかも操作してない方のブロコンや、関係ねえ。さあマントとかもね、まあ、ああやって返されないんでね、まあ、そういう面ではやっぱ有利だよね。飛び道具ではないからね。おうまい、綺麗にかわしたね。さあメガボルトにしようか。そしたら、あ今惜しかった、いけたね。ほらメガボルト最強。あれ今帰ってこれたんじゃないか。さあミュウツー相手ですね。ミュウツーなんかねやっぱね難しいと思うんですよね、結構。というのもやっぱ復帰阻止がねなかなかできない、あのテレポートだから。ミュウツーは、まあ、無敵判定が長いから、ミュウツーとかには難しいところはあると思う。結構苦手ではあると思う。まあ、近づけさせないことをまあしっかり念頭に置きながら、あとはシャドーボールとかは返せるんで、その辺は返せるといいですよね。さあ今回ステージが戦場ということで、戦場はミェンミェンは結構有利なんじゃないかな。どうだろうか。わしゃ、これ返せるのがいいよね。さあしっかり近づけさせん、近づけさせない。うわっ、困った時のく下スマ、困った時の下スマ便利です。でミュウツーとかやっぱ軽いんでね、もう 100% も超えればメガボルトポーンと当てちゃえばね、もういい感じに飛びますね。よーし、さあ近づけさせねえよ。ほら近づけさせん。さああっちでいい。さあメガボルト、これが強いのがこのグルリン。ああくそ、残念。これはダメですね、もうこれ帰ってこないです。あれやられちゃっても帰ってこないから、ドン。さあグルリン、これ強い強いね、これね。はい、ということで今回、めんめん使ってみました。では皆さん、さよなら。